ちは、ひなぎみずほでーす。はい、ということで、本日はですね、こちら、パルプンテジビエ料理、もう早くも第4弾ですね。いやー、結構作りましたね。まあ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 、ちょっと早速引いていきたいと思います。まず、肉の種類から引いていきます。お、クマ、高級食材やったー、イエーイ。次、材料引いていきたいと思います。もう草屋みたいなのは引かない。そらんだ、当たり目、当たり目、これは酒好きからしたらもうたまんないですね。いや、もうでも普通に熊と当たり目、そのままガジガジ食べればいいと思うんですけど、ね、最後ですね、料理のジャンル引いてきます。今回は韓国料理、焼肉かはい、ということで熊肉と当たり目を使って韓国料理を1週間ですね、レシピ考えていきたいと思います。美味しく作るぞ。行ってきます。いってらっしゃい。しゃー、美味しく、よろしく。お酒飲もうとりあえず1週間経ちましたが、自信はある、すごいある。お腹減らしてきてくれた？もちろん。本当？さっきあんまりって聞いたけどまあまあ、でもね、お腹空かせてくればよかったと思うぐらい美味しいものを今日作ってみたいと思いますので、最後まで見ててください。よっしゃ、じゃあ早速作っていくよ。レッツクッキング。はい、ということでですね、本日使う材料はこちらになります。まず熊肉、当たり目ですね。大葉、人参、冷凍ほうれん草、卵、ちょっとここね2つなんですけど、3つ今日は使っていきます。塩、コショウ、コチュジャン、ごま油、みりん、料理酒、醤油、蜂蜜、焼肉のタレ、やっていきたいと思います。まずですね、この当たり目ですね、こやつですよ。どうにかしなきゃいけないので、半分ぐらいですね、 20g ぐらいでしょうか。ここにですね、料理酒、お、ひたひた、ちょっとこう全体にかかるぐらい、こんなもんですね、ひたひた入れて、ラップをふわっとして、電子レンジ、だいたい5、600ワットで1分間、ちょっと柔らかくなるまで様子を見てください。ちなみにお米をですね、1合今炊いております。先に野菜類やっていくか、切るもの切っていきたいと思います。人参2分の1ですね。人参は細切りです。切り終わりました。続きまして、大葉。では、切ってください。では切っていただいて、細切りで。続きまして、カットほうれん草、今回は切ったらこの状態で2分の1使います。野菜類はこんな感じですね。で、チンした当たり目が柔らかくなってますね。こちらですね、柔らかくなったものを軽く細かくしていきます。ちょっとね、そんなに細かくしすぎず、食感を楽しみたいので、2、3センチぐらいに切っていただいて、まずこの当たり目を調理していきたいと思います。ごま油をここに入れます。なんか軽く全体に回るぐらい。そのお酒が入っている状態でそのままやっていただいて結構です。ここにですね、蜂蜜小さじ1。醤油小さじ1。紹介し忘れてた。入ります。にんにくすりおろし1センチちょい、好きな人はもっと入れてください。コチュジャン、にんにくと同じぐらいの長さで入れていただいて、混ぜます。で、和えます。こちらラップをしないで、もう一回電子レンジで500ワット1分間チンします。をしている間に熊肉入ります。細切りにしていきます。 OK、 切り終わりました。さあ、じゃあ当たり目取ってきます。出来上がりましたね。これはこれで完成。熊肉をごま油で焼いていきます。入れる、ジビエ肉なので、ここはしっかりよく焼きでお願いします。火が通ったら、焼肉のタレですね、こちらを大さじ2ぐらい、うわー、あえてってください。これだけで美味しいやつですね。これはもう完成。続きまして、このままで大丈夫です。ちょっとだけごま油を追加して、人参入れていきます。塩を少しだけ振ってください。全体に火が通ったら終了です。卵入ります。入れていきます。ここにですね、蜂蜜小さじ1/2、みりんも小さじ1/2、普通にこれを焼いていきます。
は中までしっかり火を折って折って火を通しちゃってください。なんとなく細長くなれば問題ありません。このほうれん草、冷凍なのでちょっと水分が出てきます。なので水分は切ってください。ここにごま油を小さじ2分の1ぐらいに塩コショウ少々入っていきます。もうここで一通り完成なんですが、ご飯を持っていきたいと思います。じゃあここに炊き上がった米ですね、ごま油を大さじ3杯、1合に対して大さじ3杯入れてください。塩を小さじ1でよく混ぜる。卵をなんとなく細く切ってあげてください。盛り付けていくんだが、じゃん、焼き海苔。焼き酢はないのでラップでやっていきます。海苔よりもちょっと大きめに切っていただいて、ここにですねご飯を広げていきます。ご飯を広げるときは薄めに広げていただいて、こっちがだいたい 1.5 センチぐらい、頭の部分は2センチぐらい開けて伸ばしてください。まず手前に卵、手前に土台になる硬いものとかを乗せるとうまく巻きやすいらしいです。ほうれん草、人参とシソ、下にコチュジャン貝を綺麗な色入れていき、巻くですね。これを巻いていきます。具材を押し付けながら、よいしょ。はい、それではですね、こちら巻いたものを切っていきたいと思います。さあ、上手に巻けてるかな。おー、いいですね。いいですね。お、いい感じ。おー、いい感じ。じゃあ、最高ね。じゃあ、盛り付けて食べていきたいと思います。完成した韓国料理、こちらになります。よくない？彩りも込み込みでめっちゃ美味しそう。食べていきたいと思います。いただきます。うん、めっちゃうまい。ちょっと当たり目が硬すぎたかも。前日からつけるとかするぐらいがちょうどいいかも。全ての具材がマッチしすぎて意味が分かんないぐらいうまい。今まで食べた中で一番うまいかもしれないぐらいうまいんだけど。お肉の味付けに焼肉のタレを使っているから、コチュジャン和えの当たり目とちょうどマッチする味になってます。食材の硬さ的にお肉が先に口の中から消えて当たり目が残るから、うわ肉肉しいなと思ったら最後にこう海鮮だしが残るみたいな感じで、すっごいうまい。シソがふわっと香るのもいい。ね、これはちょっと誰にもあげたくない。めちゃめちゃ独り占めしたいんだけど。小林さん食べる？食べます。味はしっかりついてるから、醤油とか全然つける必要ない。うん、うまい。うまいよね。まあでも切るサイズで言うと、ちょっと1個は6分の1で1個は8分の1にしたんだけど、当たり目が若干歯応えがあるから8分の1の方が美味しいかも。歯応え的にはちょっと6分の1だとね、当たり目がちょっと残りすぎちゃうかもしれないですね。いろんな食感が楽しめるね。うん、ごちそうさまでした。はい、ということで本日はですね、熊肉と当たり目のキンパでしたが、これはもう大成功と言っても過言ではないのでしょうか。そうです。本当に良かった。もうこれはもう大成功です。イエーイ。想像以上の出来でした。はい、ということでですね、本日も最後まで見ていただきありがとうございました。私に食べてほしいジビエだったりパルプンテ料理の食材あったら、ぜひぜひコメント欄までお待ちしております。高評価、チャンネル登録もお忘れなく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さっけねー。